じゃあ、よろしいですかね。はい、お願いしはい、まじゃす。あ、皆さんよろしくお願いします。さあ、応用行動分析を始めようということでですね、パート1なんですけども、パート2があるかどうかはですね、ちょっとまだ未定でございますそけうれですども。か。はい。もしあったらですね、やっていきたいなぜとひぜひ。は思っております。はい、どうもどうも。ではですね、まず自己紹介からですね、いきたいなと思っております。芸名サミーでございますね。今井さんと同じ大学でですね、あ、一本緒名にでなるべこく呼ばないようにお願いします。う。あ、えー、な、な、式店長、で、店長、式でね。店あ、長、式で、店式長、さん店で。長。式さんあ、で。式っていうの、式さんっていうの。あ、ごめんなさいね。式さん。あ、あ、ここ私はそこ後本名で、知れてもいいんですけど。後でカットしといてください。はい。いい、はい。教職、あ、これ古いですね。教職11年目であります。今年ですね。教員やっております。最初は愛知県のとある公立中学校で、やっておりましてですね、8年間やってましたですね。で、後半の4年間の特別支援学級を担当していましてですね、これ、自助っていうのはですね、自閉症情緒障害学級っていうですね、区分であります。で、知的っていうのは知的障害の学級ということであります。で、その後ですね、移動しましてですね、一昨年度より、小学校の方にですね、移動いたしました。で、言語障害学級を担当してですね、昨年ですね、大学生になりましたですよ、お、私。素晴らしい。はいはい。とても最高な大学生活をですね、送ったわけですけれども、今こう そね、れはもう自なんか粛性、学校はにい。行かずにってことですか？あ、学あ、校っていうのは、職場教に師は、と、職場には行かずに、職は場い、には行かずに。全く職場には行かずに、大学に、家から大学に通うってですね、大変ありがたい制度で、勉強しましてですね、免許をですね、また一つ、ゲットしたという形で、はい。で、また現場に4月から戻ってきたんですけども、皆さん、今のですね、COVID-19 の影響で、入学式だけやって、まだ子供たちは1回しか会ってないわけですけども、はい。はい。そうまあ、で早すく落ちね。着いてですね、はい。あ、ちなみに、いつ、解除の予定なんですか？あ、まだわかんないんです愛知ね。県はですね、今のところ5月の31まで休校というふうにはなってますね。いやー、小学生の子たち、どうやって勉強してるんだろうなって思いまして。まあ、その自治体によるんですけどね、家で僕らなんかは宿題配ってやるタイプなんですけど、自治体によってはそのオンラインでやってるところとかですね、またこう、ホームページ上から宿題とか動画をですね、提供するというところもあるようです。サミーさんの県と内でもころですは。ね。じゃあ、プリントするとプリントをこう、配るっていう。フィはい。ジカルのプリントを。あ、そうです、そうです、そうです。はい。もう紙パイベースですね。それは休校なわけですよね。どうやってやってるんですか？配あ、るのそは。れは保護者の方が取りに来てくださったりですね。僕らが郵便 そう、郵便配達じゃないですけど。そこは PDF なんじゃないですか？ と思うんですけど、古いんですよね。まあ、大量な、大量な量がありますからね。はい。なかなか難保護しいのは者あるしのてかもしるれないのでかす。なんだかちょっと中断 って言ったまあ、らなんか大変、失礼ですけご足労をおかけしているど。わそうけですけどでね。はい。まあ、そんな感じで皆さんの協力で、こう、成り立っているというわけであります。すね。はい。いや、なんか勉強困ってる人がいたら家庭教師やりたいなと思ってオンラインで。あ、なるほどね。それはもう大変。ただ、需要があれば。密ですから、それ。あ、いや、オ密ンラになインりますで、から。オンラインであ、でオンす。ラインでね。オンラはい、インはい、で。はい。オンラインでやってるところも学校ありますけどありますね。ね。はい。まあ、そんな中でですね、今日は応用行動分析とはということでですね。あ、10年目ということは今年免許更新ですかというですね、が来ておりますですね。ほぼ。はいはい。そうなんですか。そうですね。はい。実は免許更新なんですけども、途中で小学校免許を取りまして、それで延長されまして、で、去年また免許取りましたからですね。さらに10年伸びてですね、私まだ1回も免許更新してないというですね。あ、そういうことするはとい、はい。延長できるんですね。伸びるんですね。はい。延長されるんですなかね。なか。延長、申請するんですけど、はい。はという状態です。はい。ということで、今日はですね、特別支援学級で結構用いられている手法なんですけど、応用行動分析というのをですね、皆さんにご紹介しようかなと思っております。これ別に学校だけじゃなくて、職場、ご家庭ですね、地域、いろんなところでですね、この考え方使える可能性があるということで、一つの方法、手法としてですね、活用していただければなと思います。はい。
これ、別の言い方がありまして、ABA 分析といってですね、Applied Behavior Analysis ですね、うん、はい、の頭文字で ABA 分析とも、言います。なんか結構メジャーな言葉なんですね。結構メジャーでありますね。もうインターネットでバッと調べればバッといっぱい出てきますから。すごいヒットしたんで。はい、もうスーパーヒットしますんで、ね。はい、ぜひご覧いただけたらなと思うわけです。はい。はい、あ、ありがとうございます。免許たくさん持ってるんですね。コメントが来ましたですね。本当ですね。中学校の数学理科、高校の数学理科ですね。小学校、特別支援学級、特別支援学校ですね。ピッと売れないですね。はい。まあ、そんな感じで。まあ、お金かけてますけどね。はい。学費は払ってますね、去年。はい。本当に大変でしたけど。ですね。ではなぜ、これどういうことかっていうとですね。なぜその行動が起きているのかを考えることからスタートします。まあ、これ、理科の実験に近いですね。なんでそういう現象が起きたのかな。その前には何が起きたんだろう。その背景には何があるんだろうっていうことをですね、こう思いを馳せるわけです。例えば、先ほどから店長のですね、パソコンが調子が悪いと。はい。なんでこんな行動が起きてるんだろうかと。本当ですか。どこが調子悪いんだろう。ネットのね、YouTube が立ち上がってるから良くないんだろうかとかですね、はい。パソコンの機嫌が悪いんだろうかとかですね。いろいろ考えるわけです。それも行動の対象が、はい、まあ、人とか物とか関係なくってことなんですか。あ、いい質問ですね。まさにその質問が来ることを今期待していたわけですけど。ああ、よかった。はいはい。ABA ではですね、はい、行動はですね、人ですね。あ、人ですか。ただですね、後で言うんですけど、活動に限らずですね、思考とかも行動になるわけです。こう、区分けはどこかというと、死んでいる人と生きている人の違いですね。死んでいる人にはできないですけど、生きている人ができる、こうありなしで考えたときに、生きてる人ができることをもう行動というわけです。ですから思考もそうです。で、注意を向けるっていうことも、それは行動になるというふうに捉えるわけですね。はい、まあ、これは行動分析学といういろんな種類があるんですけど、それの一つであるということであります。でですね、続いてですね、先ほども ABC で、ヒーラーさんのところで ABC 出てきましたけど、それとちょっと違う ABC なんですけどもですね、はい、今日 ABC デーということで、A はですね、安定試練とですね、きっかけ、先行条件、そして B がビヘイビア行動です。で、C がコンセクエンスです、ね。コンセクエントですね。アクセントの位置がね、難しい。この ABC で考えるんですね。行動の前に何があるのか、そして行動の後に何が、どんな結果が出たのかというですね、この3つの箱にですね、当てはめて考えてみましょうということであります。うんうんうん、はい、はい、はい。あ、免許申請の担当をしていたんですね。ありがとうございます。大変去年お世話になりましたですね。はい、続きましてですね、コメントに入ることあります。あれですね、コメントを拾ってるんですね。すごいです。あ、もちろんです。スマホを横に置いてですね。ああ、なるほど。見ています。はい。その行動の原因は何かというとですね、その個人ですね、人とですね、環境、その周りのですね、相互作用で行動は生まれるんだよっていうのが、この行動分析学の、基本的な考え方になります。ですから、これ、障害のある人にとってもですね、これとっても大事でですね、障害があるっていうのは、その人に障害があるんではなくて、その人の周りの環境が障害にさせているんであるという考え方とも一致するわけですね。ですから今僕らが健常者といってですね、非常に過ごしやすい社会になってますけれども、社会が変われば僕らが逆に障害のあるということにもなるということですね。だから環境とその人っていうこの両方のファクターがですね、お互いに相互作用し合うという、こういうトライをですね、まあ、いろんなところで障害っていうのはじゃあもう人が決めてるんですよっていう、まあ、人っていうか環境ですよね、環境が全体的なものではなくてっていうことなんですね。そうです、そうです、そうです。そういうことです、そういうことです。だから、例えばですね、学習障害なんてあるじゃないですか。はい、数がちょっと苦手だとか、漢字が苦手だとか、はい。別に算数とか漢字がない世界であれば、彼らに何の障害もないです。そういうことですもんね。そういうことです。それは今、漢字とか数学とか、そういう今、社会ベースになってるんで、その子たちがですね、障害があるという形になってしまうというわけであります。またじゃあその話もまた後日、はい、パート2したい、はい、はい、パート2 ICF っていう考え方なんですよ。もしよかったらググっていただいてですね、そうなんですね、はい、はい、
ではですね、その ABC 分析、このさっきのこのこれ参考随伴性っていうんですけれども、はい、この3つあるわけです、ね。ちょっと若干音割れがしてますけどね。声の？はい。あ、声が？はい。大丈夫ですかね。近い。接続かな？さちってる声が。じらじら言ってます。じらじらっていうか、なんかノイズが入っている時がありますね。若干。今どうですか？今は大丈夫です。今だです。ありがとうございます。はい。ではですね、まずこれ3つあるんですけども、最初に見るのはこの B のところですね。行動のところを見るわけです。さっきも言ったように、注意を向ける、推論する、記憶するも含まれます。で、その次にですね、その次に、その前をですね、考えるんですね。何があったんだろうか、どういう状況だったんだろうか、彼はどういう精神状態だったんだろうか、気持ちだったんだろうかも含めてですね、これ考えるということです。で、その結果としてこれが生まれてくるんだよと、ちょっと具体的にいくわけなんですけども、で、その結果として得られるものにはですね、大きく分けて4つあります。まず要求ですね。なんかしたいとか、なんか食べたいとか、なんか欲しいからそういう行動をする。または注目ですね。自分を見てほしい。例えば、こういうシーンがよく学校にあるわけです。席を立っちゃうとか、こう、不適切な行動をする子がいるわけなんですけれども、はい、これはですね、授業が嫌なのかもしれないけれども、先生に見てほしいっていう場合もあるわけです。それが注目なんですね。はい、注目行動と言われるのがあります。で、その注目を欲しているのに先生が注意したらですね、彼にとって注目を受けましたから、それは彼にとってメリットになるわけですね。そうすると行動がですね、どんどん増えていくっていうのをこの後で紹介します。で、続いて逃避ですね。はい。もう授業やりたくないとか、こんなんやりたくないという結果も得られるわけです。そして次に感覚刺激って最後にあるんですけれども、例えばこう、なんですかね、落ち着かない時に体をこう叩いたりとかですね、こうポンポンポンとか、ドウドウドウとかですね、さすったりする。これでですね、気持ちが落ち着くということもありますから、こう体の刺激ですね。はい。で、を得るということも、この4つがですね、これ4つに分かれてますけど、複合的な場合もあるってことなんですよね、はい、きっと。もちろんです。感覚が欲しい注目してほしいとかですね、っていうところもあるってことですね。バシバシ体叩いて、痛い、ちょっと気持ちいいで先生にも見てほしいとかですね、はい、それもあるかもしれない、お払いのような、はい、まあ、もちろん今とってもいい、はい、ご質問でした。例えば、じゃあ、その時にどういうふうな対応すればいいかっていうとですね、この4コマ漫画の一番は男の子がこうなんかアピールしてこう邪魔をする。でも、昔の先生見てくれない。こう先生はですね、あえて無視をしているわけです。これが若い方だとですね、こうついつい、何々くん、やんないのとか言っちゃうんですけど、彼女はわかっている。ここはもう何も言わない。そうすると、この子はだんだんこう、あれ、おかしいな、つまんないなってなったところで、ちゃんと席に座った瞬間に、太郎くん席に座れてるねとかこう認めてあげるわけですね。そうすると彼の注目は満たされて、はい、でしかも良い行動をこう勝ち付けているというですね、いう行動になるわけです。そうすると彼はこれからちょっと席に座る確率が少し増えるということであります。はいはい。ですね、じゃあ例えばの話をいくんですけど、お菓子売り場、スーパーですね。これちょっとご想像していただきたいんですけれども、はい、大声で泣いている子が。いや、よくあるシーンですよね。そうですね、たまにあるわけですよ。はい。はい、で、それはなぜかというと、スーパーのお菓子売り場という環境があるわけですね。はい。で、この子が仮にお菓子が嫌いであれば、僕はあんまお菓子好きじゃないんで、別にスーパーのお菓子売り場、ちっちゃい頃行ってます。何の魅力もなかったわけですけど、例えばお菓子がこう好きだ、食べたいっていう、この二つがこう相互作用とした瞬間にですね、食べたい、でもお金ないとしたらもう泣こうってこう泣くわけです。で、こう泣いた後にですね、お母さんがですね、もうあんまうるさい、もう泣かないの、じゃあお菓子買ってあげるからねってこうしたらですね、っていう結果がですね、得られると。うん、彼にとってはもう最高なわけでありますね。学習しちゃうわけですね。これ学習です。これはでも良い学習になるんでしょうかということです。お母さんとしてはその場がね、お母さんとお父さんとしてはその場がこう丸く収まるんでいいかもしれないですけど、それ本当にいいのかっていうところであります。
まあこれ現実問題なんかね、なんか周りへの迷惑を考えるとはついいつはい、そいうなんです。買っちゃいますよね。はい。ちょっとじゃあ、その対処法についてですね、はい。私はこうやってやるっていう、なもうるほ子ど。供いないですけど、っていうか結婚してないですけど、これあるバスックポーロツしのちでゃすね、スポーツのこう、コーチングの研修で、あったんですけど、例えばそういう子がいた場合、今回の話もかなりリンクしてくるんですけど、そのコーチングの、セミナーではですね、こういうこと言ってまし心た理戦っね。ぽくて面白いって。うん。待 つのってそう結構そう。大変ですよねそう、大変なんですよ。大変なんですよ。うん。いうコメントで、がありま例えばこけちゃう。子供こけちゃう。泣いちゃうんですよね。で、す。それはい。なぜ泣くかっていうと、痛いから泣くかもしれないし、この痛はい。みを分かってほしいから泣くかもしれないわけです。なるほど、なるほど。うん。そしたらば、早く行くよ。もう早く立ちなさい。なんて言っても、こう痛いよ。これなんで分かってくれないのってなるわけですね。でも彼が、そうやってこう欲求、痛みを分かってほしいという欲求があった場合は、そうだね、まるまる痛いねって言ったら、その欲求満たされるわけですね。そしたら泣く、こう、ちょっとこう、意欲が下がってきますね。そうしたところの、その瞬間に、痛いね、わかるよ。でも、ここだとあれだから、頑張って歩いてこうかって、次に言うわけですね。あれだうん。からっそうていうす条る件はと、ね、あれだからっていうのは、いいな、神こ様こちょっといとただ人けいっるっぱていいこると。から、とかね。人いっぱいいるから、うん。痛いね、痛いのわかるよ。うん、痛いよね。でもちょっと頑張って向こう行こうか、とかね。言うと、行く可能性が少し高まると。言わないよりは行かないなかもるしれと。ないけどね。行かないかもしれないけど、うん。まあそういうことです。それはこの ABC 分析の中でも、それはこう、ピタッとはまってくるわけですね。その話と、これは。はい。ちょっと話戻りますけど、スライド戻りますけれども、例えば、行動のところにすぐ宿題、上の方を見ていただきたいんですけど、ここですね。すぐに宿題をしたというところ。これ何かというとですね、ゲームをしていたんだけれども、親に宿題をしろと言われた。で、そう、彼は頑張って宿題をすぐにやったわけですね。そしたらですね、ご褒美でですね、30分多くゲームさせてもらえた。そしたやー、ら嬉しい次ですも、ね。じゃあ宿題やったらもうゲームさせてもらえるんかって言ってですね、この行動が増えてくるわけです。この行動が増えることを強化と言いますね。なるほど、そなしるほど。て、ここ一緒です。この2つ一緒なんですけど、でも、例えば宿題が長引いてゲームで結果遊べなかった。そしたら二度とやるかとなるわけです。あ、そういうことなんですか？いや、じゃあそうです。宿題を早く終わらせようっていうマインドになるわけじゃなくて。それは店長が素晴らしいからです。うん。それはまたね、別の話になってくるんですよ。そそうれ、なんです実はか。この ABC の枠組みそういうで、結論になると思ってなかったです。ABC の枠組みで、その自己は効力感とかいうのがここで入ってきてですね、結果が期待い。されるわけです。自分はできると。前にやった経験があるからとか、またはできるよって言われ続けたから、こういう結果が、喜ばしい結果が出るっていう、ここの、この間の気持ちが強い人はなるんですけど、もうそんな宿題でいい思い出がない人にとっては、これ一回あったらもう二度とやるかと、さらになっちゃうわけですね。あ、なるほどね。そういうことです。いや、これを仕事まあ、に例え置きば換のえるとす話。ごい面白いなと思って。まあ、そんな単純じゃないですけどね。単純じゃないですけど、まあ、こういうこともあるよと。まあ、人間ですからね。はい。そういうそうでことすがあると思ね。います。はい。得られたこの結果によって行動が継続されること、先ほども言いましたが、強化と言います。でですね、その強化を生み出すものを強化師というんですね。これはもうちょっと短くて、講師と言います。行動の直後にそれが出現すると、その行動が上がる。行動頻度が上がる。これを講師と言います。または行動の直後にそれが消えると、その行動が、あまり良くない行動が減ると。これを講師と言います。なんかコメントがいっぱいですね。そうですね。ありがとうございます、皆さん。宿題の処理能力に依存する、まあ、さっきのスライドですね。ありがとうございます。あと、マーケティング、あ、そうですね。マーこうケビティジンネグもスされ大てるんです変。ね。で、犬歯というのもありまして、弱化歯っていうんですけども、これ、行動の直後に出現すると、その行動が、これ嘘ですね。反対ですね。下がるです逆でね。すね。逆ですね。嫌なことなんで。で、嫌なことが消えると、その行動は上がると。こういう関係になっている。まあ、ご紹介です。はい。で、その行使って具体的に何かっていうとですね、こういうものですね。食べ物、がもらえるとかですね。おもちゃがもらえるとかですね。褒めてもらえるとか、声かけてもらえるとか。のよいくん、
今回の営業頑張ったねとかですね、ありがとうございますって、はい、とここお金ですね、ボーナスとかね、お今度一緒にご飯おごってやるよとかね。それ嬉しいのかな。わかんないけど。それは、だから、それまた複雑な関係があって、その人との信頼関係ですよね。このポールが形成されてたら、このポールが形成されて、これです。これ全部一緒ですよ。お金もらえるのは別かもしれないけど、頑張ったねとか、今度おごってあげるよっていうのが、モノポールが成立して、すなわち信頼していない相手、嫌いな相手だったら、これいくらやられても。信頼関係モノポールと言います。それがですね、成り立っていない相手からこれされても、それは講師ではなく、剣士です。嫌なことです。お前の話なんか聞きたかねえよとかですね。その一緒に飯食べたかねえよとかなるんです。まあ、お金は別かもしれないですけどね。はい、あと、どっか旅行でも行くとかですね。あと、このハイファイブですね。ハイタッチのことですね。日本語で言ったらね。それ、そういうこと、意味ですか。うん、ハイファイブっていうのはそうです。そうです 5本の指を高い位置で重ね合わせるっていうですね。ハイタッチとかしてっていう。ハイタッチ、そうですね。日本、英語では通じないですね。あ、そうなんですね。そうそうそう。はい、ハイファイブっていう。和製英語必要があります。和製英語です、ハイタッチ。はい。置いといて。これらはですね、即時性ですね。すぐに言う。ものの本によると、7秒とか10秒とかいろいろあるんですけど、今回調べたらですね、0.5 秒っていうのもあってですね。0.5 秒で、はい、すぐに評価する、頑張ったねとか、じゃんとか、ご飯はちょっと 0.5 秒じゃあげれないんですけど、0.5 秒か1秒、これでですね、なんと4分の1も効果が下がっちゃう。だから1秒でやるよりも 0.5 秒でやった方が4倍、ね、効果が上がるっていう報告もあるようです。あと多様ですよね、こういろんな褒め方とかこう認め方。そして明示性もすぐに分かる。犬のしつけでも関係しそうってあります。めちゃくちゃ猫は違う、犬のしつけはなんか確かにすぐに感が鋭いですね。猫か、まさにオペラント条件、はい、ちょっと時間が外れるともうなんで怒られたのか分かんない。はい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 、とてもいい、はいはい、本当にすぐしつけないといけないって聞いたことあります、ね、そうですね。ワンちゃんはこの間の時も言ったかもしれないですけど、目線があってですね、ワンちゃんもオキシトシンが出るんですね、幸せホルモンが。さっきのオキシトシン T シャツありましたけど、はい、人間に近いんですねと言われてるんですね。ワンちゃんの 0.5 秒の方が嬉しいかもしれないですね。なるほど。よし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 とかですね。おおとか、これ身体的ですよ。おしよしよしよしって声もかけてますから。おしよしとかね、食べ物でね、やってます。これ、まさにオペラント。ってことなんですね。いや、人の研究で 0.5 秒ですね。あ、人でってことです。いや、はいはいはい、そうか。ちょっと難しいですね。意識してなかったな。はい、あとはっきり分かる、分かる、分かんなかったら伝わらないですからね、はい、あと具体的か、何についてこの人褒めてんだとかね、そう思われたら分かんないですからね、あとどんなことに関連してるのかなとかですね、さらにあると有効的です。ちょっとこう分かりやすく A をこうもらってきたんですけど、はい、ですね、まあ褒め言葉ですね、お手伝いをしますと、こう女の子がね、お手伝いしてて、 Thanks、 ありがとうって言われると嬉しいなって、まあ、この子にとってありがとうが嬉しければの話ですけど、はい、嬉しいなとなったら、まあ、嬉しいでしょうね。まあ、おおね、9割の人は嬉しい、9割9分の人は嬉しいかもしれないと思うんですけど、嬉しくなかったらちょっと親子関係心配です。そう、まさにおっしゃる通り、ここの関係とかですね、この子が意外とその人によって褒め言葉は違うんですね、言われて嬉しい褒め言葉。あ、まあ、これ後でご紹介しますけどね。はい、それはいろんな相互作用があるわけですね。そして、続きまして、これはね、お父さんもそうですね。はい、早くビール飲みたいなとかですね。いや、もうこれはすごいわかります、はい。ちょっと頑張ろうかなとかね。あと30分かとかね。退勤まで30分かとかね。で、頑張ろうとかね。こういうのがあるわけです。これも ABC の C を得るために B するとかね。はい、で、これスーパーやですね。カフェ、サイエンスカフェ MC 事情のポイントカードも実は講師なんですね。はい、貯まると嬉しい。なるほど。貯まるとくれるわけですね。パズルが結構減ってって。ポイントカードなくなる可能性が高いんですけどね。あ、まじですか。まあまあ、ここそしたらまた。わかんないんですけど。わかんない。わかんないけど、ね。事情がありまして。まあ、うん、これはハマっちゃうわけです、皆さん。あ、そうですね。わかりますね。うん、集めてあれもまさにこれ。ね、で、はい、うん、お店側からしたらですね、囲い込みですから、最高、もうウィンウィンです。うん、
ね、みんなにとってもいいのに。あ、でもあれね、もう会計の時に手間だなってすごい思いました。まあそうかもしれないですよ ね、 なんかね、そしたらルーズですね。会計のロスタイムが地味にかかるなって思ってっていうのも分かりましたね、やってみて。うん、それはあるかもしれないですね。あ、でもこういうのもなんか工夫すると、うんうん、結構次の来客にもつながりますよ、リピートにも。そういうことです。で、常にやっぱ相手がどうかなっていうのを考えるんですよね、基本的に。これ、ね、A を考えるわけだから、うん、あの人どうかなとか、あのお客さんどうかなとかですね。ダジャレを言われました。事情MC 事情だけに事情がある。そうだ、いいこと言いますねっていう感じですね。はい、じゃあ続いてその剣士なんですけども、これはもうお手伝いしたんだけどお皿割っちゃった、ね、そしたらせっかく手伝ってんのこの子頑張ろうって手伝ってんのに、この割れちゃったっていうところをお母さん捉えちゃうと、まあ叱っちゃうわけですね。うん、なんやってんな、もう二度と手伝うかってなっちゃうわけですね。え、でもこれなる可能性がある。そうですね。だ、これあのいろいろ違いますよ。こう割ったの黙ってたらそれちょっとね言わないと、はい、黙ってるっていう良くない行動がそのまま強化されてっちゃうからね。そうですね。こう教えてあげないと。っていうこともあるわけ。だから本当にもう多岐にわたるんですけど、はい、叱り方は難しいのかなっていう気はしますね。まあそうですね、はい。それもこの ABC 下手な叱り方があるよ、うんうん、はい、うんうんうん、まさにそうです。はい、じゃあ次、さっきのやつですね、あの、まあ、口で言ってるんですけど、うんうんうん、あの強化ですから、泣いてお菓子与えちゃうとお菓子が買ってもらえる、次も泣き叫ぼうっていうふうにうん、なっちゃう。ちっちゃい子であればあるほどなっちゃう可能性があります。これあの夜泣きもそうらしいですね。え、そうなんですか。そうそうです。泣く、まあ、起きちゃうんですよ。赤ちゃん絶対起きちゃうんですよね、はい、あのノンレム睡眠とレム睡眠の関係でね、はい、で起きちゃって、でお母さん最初です。最初お母さんが起きて、あ、よしよし、じゃあおっぱいあげるねとかってなった時にあげますよね、はい、であげて飲みます。で、そのまま飲んで、こう、すやっと寝ていくんですけど、はい、泣けば、お乳がもらえる、はい。安心する。抱っこしてもらえる。で、そうなるわけですね。はいはい。こうなんか、アメリカはなんか違うやり方やってるらしくて、夜泣き率がなんか低いという、あの、こともあるらしいですけど、まあ、ちょっとごめんなさい。ちょっと調べてないんで、はっきり言えないんですけど、はい。だから、赤ちゃんが起きても、自分でまた寝ようっていう方に行動が行けば、ああ、そう、単純な個人差だと思ってました、うん、あ、もちろん個人差もあると思います。だから個人と環境の相互性なんで、対処法がないっていうか、うん、なんていうんですか、 お母さんの行動で変わるみたいなことは思ってなかったですね、うん、分かんないですけどね、ちょっと試してみないと分かんないですけど、これでも人体実験なんでちょっとどうなのかなとか ね、あの将来に影響するんじゃないかなとか、でもそれもそういう理由があるんですね、はい、その可能性はあるかもしれない、はいっていうね、ことです。まあ、その講師あのもらえて嬉しい結果なんですけども、これ別にあのですね、人によってこう違う、そして時間や場所状態によっても違うわけですね。例えばこれ飽和化っていうのがあるんですけども、震災前ですね、だから物が溢れている、水がどこでも手に入る状態の時にはコンビニに入ってもいつでも水買えますから、別にこの行動は強化されないわけ。これ今言ったらばマスクですね。コロナ前、コロナ中、マスクですね。マスクですね。マスク売ってないですもんね。はい、コンビニマスク売ってるって情報があった場合、はい、マスクという、これが遮断されてますから、欲しい、はい、欲しいけどないっつって、はい。そうするとですね、マスクが買えたってなると、またあそこのコンビニ行こう。あそこのセブンイレブンなんか、何曜日に入るらしいよとか言って並んじゃうんですね。それで行動を強化していきます。だけど昔なんかマスクありふれてますから、はい、別にあのセブンイレブン並ぼうとかそういうことないわけですね、はいはい、セブンイレブンって言っちゃいけないね、あのいや、いいじゃないですか、71、わかんないです、例えばの話です、はいはい、でやっぱりその子ですね、子ってあの人の子じゃなくてあのこっちの子です、個人の子または集団、うん、その集団に応じて、そしてその今の状態をしっかりと把握するっていうことがとっても大事なんです。それを考える手段の一つとしてこういう枠組みをやると考えやすいですよということになるわけです。で、じゃあ例えば A っていうのは何かな、あ、じゃあ操作するんですけども、ここ操作可能なのこの A と C です。はい、この A を操作する、例えばカードで見せると分かりやすいとかですね、
字が大きいと分かりやすい。安倍さん、A 首相なんかですね、紙の字がとても大きいわけですね。やっぱ見やすいとかですね。こうフォントの話いきますけど、UD フォントっていうのが、これ今 UD フォントで書いてるんですけど、非常に見やすいんですね。はい。見やすい子が多い。そうそうそう。はい。とか、色とかですね、あるんです。あとですね。あ、UD フォントですか？はい。で、こう Windows アップデートすると1年半ぐらい前から、Biz UD フォントっていうのが入ってます。あとフォントの会社で買うっていうのがね。フォントの名前忘れちゃって、見つけなかったんですけど。あ、UD フォントですね。はいはい。有料でも買えますから。はい。とこ。はい、ぜひぜひ。あとはね、今、私喋る速さ速いですけども、はい、スピードどうかなとか、音質どうかなとか、ちょっと今、はい、家ですから気使って、声の質がうまく使えてないんですけど、とかね、とかあるわけです。あと指示の出し方ね、どういう順番で言ったらいいかなとか、文章を短くして、これとこれって言った方がいいかなとか、箇条書きっぽく言った方がいいかなとかですね、こうコントロールできるんです。で、結果に対してですね、言葉で褒めるとかですね、認めるとか、励ます。そして、花丸をあげる。これ某エスナル塾僕行ってたんですけど、あそこはもう、先生たちが回ってですね、すぐ、え、丸だ、丸ピシャシャって丸をつけていくの。あれ嬉しかったですね、私ね。あ、その場で。教員になってから真似してるんですけど。はい。はい。もうすぐ、即、もう帰ったら即、みたいなね。0.5 秒です。あ、0.5 秒。あとこれ。じゃそれを分かってやってるんですかね。ってことですか。多分ね、あそこはもう20年前からコーチングを取り入れてるんで、30年前かな。そうですよね。時代が始まる前からやってたんで、はい。いや、あれは多分戦略的にやってると思いますね。で、あとスタンプね。はい、これ中学生でもスタンプあげるとめっちゃ喜ぶんですね。これ私授業中に中学校にいた時は。あ、ラジオ体操もそうです。ラジオ体操あれ、最後にね、ロッテリアかマクドナルドもらえますから。まあ、あれスタンプカードになるわけですけどね。別にノートンってこれパンパンって合格スタンプ。はい、これいいね、このページ。授業回りながら実験中のパンパン。パンのあれもそうですか？同じですか？シール。パンも、パン祭りね。それ言ってないのか分かんなかったです。はい、会社名言ってないです。あ、そうなんですね。そうそうそう、はい。やっぱ嬉しいですよね。たまって。あれ欲しいなとかね。ですよね。あと点数が上がるとかです。まあ、これ僕どうなんかなと思うんですけどね。点数僕あんまり重要視し、まあ、点数が高い方がいいわけですけど、まあ、これが全てじゃないですけどね。あと拍手ね。うん、これ結構前で発表している子供たちがたくさんいるの中で、やっぱ目線がね、こう緊張すると見えないんですよ。大人でも見えないですもんね、なかなか。でも見てくれてるのは分かんなくても、最後に拍手もらえると耳から絶対入ってきます。耳栓してる人いないですから、まあ、その聴覚障害の方は別ですけど、耳が聞こえる場合であると拍手っていうのはとってもその目線が合わなくても効果があるというわけです。逆に聴覚障害の方は拍手をですね、顔の横で手をプルプルプルって振るんですけど、会場全体がみんな振るとすっごいもうバーってなって、すごい嬉しい気分になるわけです。え、振るっていうのはなんかコンサートとかのライトみたいなやつですか？サイウリウム。手をそのままこう顔の横にそのまま横にある状態、気をつけの状態からスーッと前を通して耳の横にも見てか顔の横にも。結構接近した状態でってことですか？まあ、別に広くてもいいんですけど。で、それをですね、縦軸を軸として、振る、わかりますか。え、なんか多分動画を見たりすぐ分かるんだろうなっていう。あ、そうそうそう、はい。で、これデフバレーの会場に行ったことあるんですけど、すごいですね。誰か前で喋るの終わったらみんなでこうプルプルプル。ヒーラーさん学生のレポートにスタンプをしてましたって。あ、でも素晴らしいと思いますね。そんなことされてなかったですよね、大学の時。あ、今もうやってますよ、みんな。やってるんですか？うん、大学でですか？レポートの。うん、僕もらいましたけど嬉しかったですね。見ましたスタンプ来ましたけど。見ましたなくて帰ってくるよりも見ましたがあった方が、あ、見てくれたんだって。ああ、そうなんですね。うん、のはあります。これ見てんのかみたいな感じで帰ってくるよりも、うん、なんか遊び心が面白いなと思いますね。まあね。でさらにコメントがあったらもっと嬉しいです。コメント書いてくれる先生もいて、ね、はい、ここいいですねとか言うともうその人に続婚ですね。ああ、それすごいわかるな、はい、まあそれ置いといて、はい、じゃあ次ね。あ、これご紹介してるんです。見ましたっていう文字らしいですね、スタンプ。まさに。あ、いいと思いますね。はい。すごい。
これ、褒め言葉トランプっていうのがありまして、これまた検索していただけるといいんですけど、これを使って遊びながらですね、その人が一番言われたい言葉っていうのが日によって違いますし、人によっても違うっていうのがですね、私これいろんな人に試して分かるんですね。例えばここ女王様ってあるんですけど、こんなん誰も言われたくないやろと思いますよね。一人だけいました。一人だけいました。これを言われたいという人が。あ、いるんだと思って。それは女の子ってことで。女性の先生でしたけど、はい、私これ言われたいわとか言って、逆になんか、何素敵だねとか言われたくないとか、そういうのあるんですよ。まあ、それ言われても嬉しくない、ね。まあ、相手にもよりますけど、言葉だけ、パラメータを分解したときにね、言葉だけで分解した、はい、また人でとかこう。あ、もうなんかお客さんにや、ね、お客さんっていうか、お店でやってみたいな。あ、これぜひやりましょう。10セット。行ったら売ってるって。あ、2000円で買います、2000円で。あんまり売ってないんで。これ企業の研修でやってるんですね。企業の職場の環境を良くしようっていうことで、社労士かなんかの方が社長なんですけど、協会長なんですけど。褒め言葉か。はい、はい。これをやってる。自分が何で嬉しいのかやってみたいですもん。ぜひぜひ。これ、だから自分が嬉しいのも分かるし、相手が嬉しいのも分かるし、逆にそのカードをもらうこともあるんですね。もらうって、ゲームの中でね、もらうと、はい、あ、人から僕ってこういうふうに思われてるんだ。例えば、楽しいっていうカードをもらったときに、あ、自分って楽しいって思われてるんだ。自分って楽しいんだって自分の知らない自分に気づくとかね。そういう、こういろんな使い方がありますんで、これ非常に面白いカードだと思います。だから YouTube のチャットでもこういうスタンプあるといいですね。まあまあね、そうかもしれない。ですね、そう LINE のスタンプみたいに。はい、あ、だから LINE のスタンプが流行ってるのはそういうことなんですかね。あ、そういうことでしょうね。それ近いでしょうね。なるほどね。うん、はいはいはい。すげえな。はい。見方が変わってますね、こういうのは。ね。はい。じゃあ次ですけど、はい、行動の消去というのがあります。強化詞を撤去することで望ましい結果を得られなくするというですね。あ、望ましいというか、望んだ結果を得られなくするですね。どういうことかというと、あ、これ飲みの実験なんですけども、うんうん、飲み君がビーカーの中に入っていますと、うんうん、狭い空間だな、外の世界に出たいなっていう状態、うんうん、でもここに蓋をするわけなんですね。蓋がしてある、うんうんうん、そうするとですね、一生懸命飛んでもですね、うんうん、あれ帰ってきちゃう、帰ってきちゃうになるんです。でも蓋がなければもちろん飛び越えれる、うんうん、もうスキルがあるんですけど、そうするとですね、学習してですね、蓋取ってもですね、多くの答えが出なくなるんですね。別に筋力落ちたとかじゃなくてですね。あんまりダメなんだっていうですね。はいはいはい、これ学習性無力感の例でよく出るんですけど。諦めるんですね。はい、そういうことです。これは何かというと、さっきの外に出れるということを、まあ、無理やり撤去することで、出られるという結果が得られなくなると。そうすると、こう、さらにその行動は減っていく。飛び跳ねなくなるっていうですね。うんうん、これはお手伝いして褒められない。手伝いしたから。こう頑張ってる。でもお母さんは何も言わない。もうスマホいじっちゃってる。そうすると、ああ、なんか何のためにやってんだろうってなるわけですね。うん、もちろん自分で頑張ろうって褒めてほしい子がこうなるわけで、自分で別に何ともないよって子を別にやり続けるわけですけど。はいはい。はい、だからこの子は何を要求、どんなことを求めているのかっていうのをですね、把握する必要があるんです。まあ、このようにして先行条件と後続条件を調整することで望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減少させると。これが ABC 分析を使った応用行動分析の考え方であります。ちなみに、ただ、あ、はいはい、いいですか、質問して。ですよ、ですよ。褒められたいみたいな要求が、はい、なんていうかな、要求度が上がっていくみたいなデメリットはないんですか？いや、でも褒めてあげればいいじゃないですか。あ、なんか、いや、その程度の褒め方では全部満足できませんっていう。もっと褒め殺してあげればいいんじゃないですかね。そういう子がいる方が、じゃあ、ね、褒める側もどんどん、うん、なんか、よりいいというか、強い褒め方をしていけばいいとか、うん。そしたら、ちょっと鬱陶しいなって思われるかもしれない。うん、そしたら、回数減っていくかもしれないけどね。ずっと増え続けるってことは多分ないんじゃないかなと。ああ、そうなんですね。はい。ああ、まあ仕事とかだったらわりかしあるのかなと思ったんですけど、あと給料が上がらないとか。ああ、やっぱ物じゃないの。まあ、その内容はレベルが上がってるから、まあ、いや、内容も変わってるってことなのかな。
だから、どうかな、動機づけのところとも関係するかもしれないですけど、ですよね。やっぱり最初は外的な動機づけ、お金もらえるとか褒めてもらえるとかなんですけど、最終的にはやっぱり自己実現に向かっていくわけで、一個レベルが上がれば、褒められるとかお金もらえるっていうことよりも、自分の夢を叶えたいとか、まさに店ああ、長そうがいうおふうに店なっをていこうくと。開いてるわけですけど、そっちあ、のそうです高ね。い一個レベルに上がっていきますから、まあ、これ初期の段階ですよね。お子ああ、さそん、ういうことですね。本当に導入の段階は大変いいのかもしれないですね。この方法。そんああ、なす感ごいじでよくす。わかりました。ありがとうございます。で、これなんですけど、何が望ましくて望ましくないのかっていうのは、社会の情勢にもありますし、で、それをこう引き出す、コーチする人の主観がかなり入ってきますから、価値観とか。それも危険なんですよね。本当にそれがいいことなのかとかですね。まあ、なんかこの辺が、なんていうのかな、まあ、理屈は分かりますけど、現実ではとても難しいですねみたいな、こう、ツッコミをしたくなる部分なのかなっていう気がしますが、確現認実が、別に、確認が難しいっていうか、確認はね、難しいですよね。だから本人に聞いてみるとかね。そういうのあると思いまそすうよ。です対ね。話をしまあ、て、そこがだんだん相手が子供がね、大きくなるにつれて難しいのそう。かなって思いまして、いや、だから先生って難しい職業だなって思うんですけど。5、6年生以上であれば、だんだんこう、メタ認知できてきますから、こうね、自分、割かしそ低れやら学れて年の嬉しい子ってたなちる。は心とその外的な表現というか、表情とかっていうのはもう一致してるもんなんですかね、大体。嫌だったら嫌な顔するし。出やすいですよね。っていうことでいいんですかね。出やすいと思います。出やすいし、こっちが言うと、って いいで流すさよれますね。よね。多分そうだな。いや、もう普段大人あとれしは、く接しないから。危険だと思うから、そう、で嬉も、しくないだからのそにれを嬉し防そうぐ、な顔したりとか。なかなか嬉ね、しいそれはのに難嬉ししそうい。な顔しないとか、なんか そういう。ね、天ま邪せ鬼たのお子子さ供んもも。ね、まあ、自分がそうもちだっろんいたると思いますけど、もちろんね、そういう子もいると思いますけど。そうだから、いう、多様な価値観をね、こう、ちょっと話ずれてきますけど、教育現場では、子供たちに提供する必要がね、そうですあると思ね。います。いろんな見方、考え方もね、あると思います。ちょっと飛ばしでいこうかなと思うんですけど、さっきも言ったけど、親が無視すれば、買い物でね、見向きもしてくれないっていう結果が得られ、結果になると、じゃあもう大声で泣くのやめようかなっていうふうになってくるわけです。だそれだと、やっぱちょっとかわいそうじゃないかと。ずっとそれやったらね、いうことになってくるわけです。で、そこで次の、それと同時にこれをやるわけですね。次の時に、じゃあ欲しかったら自分の言葉で言えるといいねとかですね、泣くんじゃなくてとか言ってね。そしたら一つ今度買ってあげるよとか言ったら、その2歳とかね、3歳の子の時に、よし、じゃあ今度言ってみようかなって言って、こう、言えば、言葉で伝えると、買ってもらえるという段階にこうどんどん変わっていくわけですね。で、これをずっと続けるかっていうとまた別で、どんどんこう変えていく必要はあると思うんですけど、まずは大声を泣くから、まあ、一つステップを上げましょうっていうことなんですよね。そういうことです、そういうことです。そこはそれぞれが考えるところなんです。じゃあ他の対応例としてどんなのがあるかっていうと、ちょっとこれシーンが若干違うんですけど、おやつが欲しいけどもう終わりだよって言われて、やだやだってなった時に、まず最初は、これでおしまいですと。突っ張ねるじゃないけど、無視すると。これは必要なわけです。ただ、ちょっとでも反応すると、すごく大騒ぎして反応した時がこう保存されますから、次はそこからスタートするわけですね。あ、でちょっも、とすっもう一ご回いいですい。か？すみません。だから、ちょっとやだやだって言ってる段階じゃなく、ないと、もっとこれがこう、ひどくなってくるわけです。暴れたり、物投げたり、なんか壊したりするわけです。で、そこで反応しちゃうと、この子は、すっごい大騒ぎして、物壊したりすれば、お母さん反応してくれるんだと。そういう学習にしてはいけないから、ここはもう完全にですね、無視する。心を鬼にしてですね、やる必要があるんです。忍耐がだいりまから、すね。逆に、壊した時に、物を壊すのダメでしょ、という指導はいるかも、あのね、あの、はいる、叱ることはいるかもしれないですけど、ってなって物を壊したからじゃああげるよってなっちゃうとやばいわけですね。やばい可能性があるわけです。じゃあ次に、やっぱり事前を調整するわけです。子
こんだけね。で、あらかじめ見せておけば、あ、こんだけかって言って調整して食べる子かもしれないですし、またビデオとか DVD 好きな子だったら、終わったらビデオ見ようねって言ったら次に意識が向くわけですね。なるほど。そして、終わった時に、おー、偉いね、ちゃんと今日やめれたじゃんって言ったら嬉しいなってなるし、できたねって喜びになるんですね。で、好きなビデオがご褒美でも見られたら、じゃあ今度もそうしようかなっていうふうになるわけです。ところがですね、先ほどもちょっと言ったんですけど、消去に気をつけないといけない。これ消去バーストといってですね、問題行動がぐわっと増えるわけです。暴れちゃったり。うんうんうん、はい。そこを、ここで反応しない。ここ我慢して我慢してっていうところが、これだとても大事になってくるんです。例えば自販機の例でいきますと、飲み物がないな、飲みたいな、自販機使う、飲み物ゲット。ね。そうすると、あ、買おうと思ったけど飲み物がない。はい、ああ、じゃあ、もう自販機使うのやめよってなる。ああ、もうこれまさにこういう経験しましたね。本当ですか。はい。好きなものに限ってない、売り切れてるみたいな、うんうん、はい。そしたら、ちょっと違う店行こうかなとかね。はい、あそこの店売ってなかったから、ま、今度あそこのお店行こう、マスクないからとかね。はい、マスク、まさにこれ。あ、マスクだったね。はい、はい、はい。また、自販機にお金入れたのになぜか、光らないとかね。それお金だけ飲み込まれて、みたいな時はこう消去バスト出るわけです。ボタンを何回も押すとか、はい、ちょっとボタンずっと押してみるとか、うん、ちょっと蹴飛ばしてみるとかね、はい、これはバース、まさにバース、行動が激しくなっているわけです、うん、うちのレンジちょっと最近調子悪くて、はい、スタートボタン反応しなくなっちゃってですね、この間僕連打しました。連打もう指で連打してみました。連打すると動いてくれるんですか。ね、どうやら熱を持つとボタンがセンサーが反応しなくなるみたいで、ボタンの。いや、レンジそれ致命的ですね。いや、大丈夫。レンジの時は大丈夫なんで、オーブンモードで使ってると。ああ、ちょっと余熱がこう、ある時なんか不具合が出るってことが分かったわけですけど。まあ、考えましょう。そこ。連打するバーストが。ね。なんとかレンジ動かそうとかね。なんとか飲み物、マスクを手に入れようとするっていうバーストが発生するわけです。でも、そのままないと、まあ、やめようかなってなるし。バーストの状態でゲットしちゃうと、そのバーストでの状態で強化されてしまうっていうね、こう危険もあるわけです。まあ、このように応用行動分析は快か不快かで行動をコントロール、行動が動いていくということを元にしているわけです。先ほどもおっしゃられたように、こっちですね、オペラント条件付けって、これ、ネズミさんが言ってですね、はい、なんか音かなんか光が鳴った時にレバーを押すとですね、ここからですがピョンって出てきて、うんうん、ネズミさん覚えてその技を使うようになる。はい、一方パブロフの読みっていうのはこれ不随ですから、自分の意思とは関係なく梅干し見たら勝手に唾が出るとかね、うんうん、いうことになります。こっちはもう随意ですから、自分の意思で、これやったらこうなるのかみたいな、そういう機会があるわけですけど、応用行動分析の根底にあるのはこっちですね。時間が、あ、そうですね、一応この時間、予定の時間くらいですね。ちょっとここを見ていただきたいんですけど、気にしてなかったんですけど、本当ですか。ちょっとここ見ていただきたいんですけど、はい、これ、罰を与えるとですね、問題行動一気に減るんです。叱ったりとか、お給料下げるよっていうと、あ、ちょ、頑張ろうってなるんだけれども、はい、その効果は 長続きしなかったりですね、やる気がなくなっちゃったりするわけです。新しい望ましい行動を引き出すためには、この罰という方法では何ともならないわけですね。で、やっぱりこの、褒めてあげたりとか、いうのは時間がかかるんです。なかなか上がっていかないんだけれども、最終的に長期的な目で見たときには、かなり効果がありますから、ここ踏ん張って、褒めて認めて励ますっていうのが、これからの教育界では必要なんじゃないか、また社会全体で必要なんじゃないかっていう。いや、政治家の人をもっと褒めたら、いい政治をしてもらえるかもしれないってことですか。政治家はまたあれ、ちょっと論が噛み合ってなかったりしますから、あれまた別の問題があるのかもしれないですけどね、はい、まあまあまあそんな感じで、まあこの ABA をいろんなところでですね活用できます。スポーツ、家庭、医療。じゃあちょっと場面いくつか紹介して、最後にやり方をお伝えして終わりたいなと、まああと10分以内で終わりたいと思うんですけども、まあ学校の中ではですね、友達をいじめるっていう良くない行動があると。これなんでかな、ここだけ注目してはダメです。きっとこの子も何かあるんだろうと、いじめちゃう子は何か理由があるんだろう、なんでこの子は友達いじめるのかな、イライラしているのかな、感情のコントロールができない
性格なのかな、または環境的に誰もいない誰かの後ろだったとかね、そういうのがあるのかなとか、いろんな、こんだけじゃないんだけど、いろんなことを考えるわけですね。で、あ、こういう結果になっているんだろうな。じゃあ、どうしたらいいかって言ったら、じゃあ、感情のコントロールのさせ方をね、しようとか、信頼できる大人を作って、あの人のためにこんなことやれないなとかですね。まあ、いろんな可能性があるわけです。ここをコントロールすることで、これをしてこれを得るんじゃない方法をこう身につけていくというのが学校でね、うんうん、やっていきたいなっていうところですよね。まあこれはすごい難しい課題ですよね、うん、そうなんです。もともと人間の脳はっていうかね、いじめるっていうことが前提でできてますから、お猿さんも含めてね。あ、そうなんですか。それを認識してないと歯止めが効かないわけですよね。あ、なるほど、うん、だからそこを認識させることも教育界で僕大事だなと思ってるわけです。これメタ認知ですよね。あ、自分こうなんだ。だから低学年で難しいですけど、早い早いところから僕はやっていきたいなと思ってますね。いや、なんかちょっと話それちゃうんですけど、はいはい、最近知ったんでちょっと言いたいっていうだけなんですけど、はいはい、なんか驚いたのが、はい、子どもの、上層教育っていうか、まあ、メンタル面の、はい、に関してなんかいじめっていうのが、はい、なんか麻薬よりもネガティブに働くらしいんですよ。ネガティブに働く。だから、いじめられる方がメンタルに影響があるっていう。いじめられる方がってことね。はい、麻薬とかタバコとか、なるほどね、そういうやつより、うん、断トツに悪くてびっくりしました。うんうん、なるほどね。それはあると思いますよ、うん、それ海外のなんか文献、まあ、日経サイエンスだったんですよね、うんうんうん、なんですけど、いやだから本当にいじめってすごい影響が大きいから、うん、大きいと思います ね。私もいじめられてましたからでも両極端、私両極端だったんですよ、まあ、まあ相当いじめられてたけど相当認められてたから不思議な両極端、真ん中じゃなかったんですよ。でちょっとね、うん、その記事をね、なんかまた今度やりたいな、サイエンスで。ぜひぜひ、ちょっとご紹介していただいてですね。ちょっと私が自分が認識してた以上に、その数値が他に、うん、に比べて、もう飛び抜けて、出るでしょうね、出るでしょうね。うん、出るでしょう。これはもっとちゃんと取り組まないといけないのか、それはもう虐待も含めてだと思いますよ。うん、まあ、さっき言われたように、なんかいじめってもう本能的なものに近いんで、まあ、ゼロにするのは難しいかなって、まあ、両面があるんですよね、うん、まあ、だからそこをなんかねちょっとやってみたいなって、まあ、最近知った知識をちょっとなんか、うん、なるほど、ね、教えていただいてありがとうございます。はい、もう1ヶ月したら忘れるかもしれないって言っておいたっていう話です。はい、はいはい、でした。ありがとうございます。はい、でちょっと戻って通勤の話になるんですけど、はい、まあ、近道をするっていう行動をすると、はい、それはなぜかというと、遅刻できないし、長く寝てたいし、渋滞する、近道をしたら、それが取り除かれて、ゆっくり寝ていられる。で、こういう結果が得られたら、この行動を繰り返すんですね、人は。ところが、なんか事故に遭っちゃったとか、事故を見たとか、この近道、こう細いからとなると、まあ、ちょっとやめようかなとかね、なったり。これもこれ、ABC 分析です。で、あと、まあ、質問も一緒ですね。これも明日。で、ご飯に誘われたとき、こう思い、考えてほしいんですけど、友人とご飯食べたいっていう状態で、はい、ご飯行こうとメッセージを送ります、はい、そしていつ行くと返信があって、はい、そしてその友人と会えたらまたご飯誘おうかなってなるわけです、はい、そうですね。あ、サミーさん今度サイエンスカフェあるけどどう、はい、って言われて、ね、あ、やるやる、行く行く、横浜行くとかね、うん、返信するから高校が強化されている、はい、うん、私も嬉しいですから、はい、ありがとうございます。で、じゃあって言った時にちょっと嫌だなとか、うん、この人と嫌だなってなった時に、うん、一番いいのは、まあ、ちょっと嫌ですっていうのが一番いいかもしれないけど、それちょっとえってなるんで反応しない、ちょっとある程度反応しない、よくこれよくやる方法かもしれないですけど、一番やりにくいですけどね2,3 日反応しないとかねあえてね、いや本当に忙しくて反応しない時もあるんですけどとかね、いやいやいや、思うんですけど、そうですね、サミーさん昔はね、うん、僕は結構ねスルーする人でしたから、うん、単純に忘れるって、はい、やっぱ自分を忘れるっていうのがあるんですよね、うん、そうそう、忘れるのと面倒くさいのが重なってると僕は、うん、今言われて返信忘れてること今1個思い出しましても、よかったですね
まあそう、だから個のね、いろんな状態がありますから、はい、性格がありますから。でもこれをするとですね、ちょっとなんか相手嫌なのかなと思って、来るのためらうわけですよ。忙しいのかなとかね、嫌なのかなとか考えて、こう、まあ、減ってくる。で、職場。指差し確認をする職場であれば、はい、それ忘れちゃうとクレームが来るかもしれない、でもこれをやることでクレームが来ないからこの行動を続けよう、うん、たまにクレームがあった時に、あ、やばいやばい忘れてたってなって、じゃあもう各国頑張ろうっていうふうに今強化されてするんですね。気をつけなきゃいかんな、はい、あと強迫性障害の方の場合の行動療法でもですね、こういうことがあるわけです。あ、手が汚れるな、何度も洗えば手が汚れない、これをこうずっと繰り返しちゃうわけですね、ここで、うん、もうずっと洗ってればずっと綺麗だ、綺麗にしたいっていう思いがあるわけです。でもですね、こういう両方があるらしいですけど、同じタオルでこうとか、タオルでこうね、拭くとかですね、汚れが取れたよっていうのをこの目で見て分かるようにしてあげることで、あ、そのタオルで十分かとかね、そういうふうに方もいるかもしれない。いう方もいるかもしれない。こう人によって違いますよね。で、目で見てそういうことが分かって安心する方もいらっしゃるかもしれないし。はい、面白いですね、コメントが来てますね。マイナスの行動から生まれる行使の重要、人類で罪悪感いじめるみたいな。ああ、ね、そうですね。これはそうですね。これは罪悪感を感じるのは剣士かもしれないですね。嫌な気持ちですから、罪悪感、うん、あ、それでいじめをやめるみたいなことがこれあると思います。あると、うん、はい、だから罪悪感感じてない子だった場合は罪悪感を感じることで、あ、とんでもないことしてしまったなとかね。そうですね、まあ、それがもう一番いい気づきですよね。まあまあ最高ですよね。人からどうこうでじゃなくて、うん、でもうん、そうそう、大概でもそういうことじゃないんですよね。いろんなその家庭環境とかが複合的に重なってますからね。うん、あ、なんか罪悪感感じてんだけど、現場猫とか、うん、まさにその辺の矛盾をついた笑い。これどういう、わかります？ん？現場猫。リック・ベンさんのコメントがついてるんですけど。現場猫。ちょっと。どういうことですかね。ちょっとまたコメントいただけると、そうですね、はいはい、ちょっとバグがあるんで、はいはいはい、かかるかもしれない、ぜひぜひ、はい、なんか興味の惹かれる現場猫ってなんだ、はい、うん、やっぱ10分と言いながらもうあれですけど、そろそろ、だからこの A と B、あと3枚くらいですか、それ、まあそんなもんかな、A と C ね、これ B じゃない、ごめんなさい、急いで作ったから、はい、A と C を変えることで行動が変わってくるね、はい、例えば同じ新技のペン回しをこう習得しているという行動をしたとしましょう。うん、はい、そうしたときに、こう次のステージに行きたいな、さらに難しい技をゲットしたい場合にやってる場合もありますよね。うん、はい、これはゲットできるっていう。または、見てほしい。お友達に見てほしいからやる、うん。誰も見てくれないから やることで、お、すげえやんって言われてやる場合もありますよね。うん、で、授業つまんないな、授業の場合ですね、仕事かもしれないですけど、はい、つまんないな、ご仕事とか、この授業つまんねえなって、暇つぶしでやってる場合もあるかもしれない。そしたら、うん、そっちに集中するから、そこにつまらない授業を受けなくてもいい。またはですね、指先でこうくるくるしている、触っている感覚が気持ちいいなってなる場合でやっている場合もあるかもしれない。こういろんなパターンがですね、考えられますから、同じ行動に見えても、何を求めてやってるのかっていうのが大事なんですね。サミーさんはどれなんですか？何が？この手回し。手回し？僕、やらないんですけど。あ、そうですか。やらないけど、ね、たまにやるとするならば、したかもしれないですね、この。ああ。なんかこう、くるくるしてる感じが気持ちいいかもしれないです。ね、僕回す、あんま回せないですね、私。ではですね、はい、こういうシートがあるんで、最後にご紹介してですね、これに当てはめると、皆さんできますよっていうですね。これまた何ホームページぐらいからダウンロード、見えないかね。あ、どうなんですかね。画面を大きくしたら皆さんも見えるんですか、ね。あ、そうかもしれないね。画面小さいんで、はい。そうですね。じゃ言いながら説明します、ね。はいはい、確かに。これ当てはめていくとです。問題行動を減らすっていう場面だけになる。これ戦略シートって言うんですよ。ストラテジーシートって言うんですけど、はい。例えば私の場合、部屋の書類が片付かない。片付けられない、
はい、ありがとうございます。っていう、こう行動があるとしたときに、うん、事前の状況は何かっていうと、部屋が書類で溢れている。はい、家に人を招く機会がない。はい、私が困っていない。これ実際のこと書いてるんですか？ここもまさに最近の話、ね、片付けたんですけど、はい、妙になんか現実味があると思って、うんうんうん、でこうやる、はい、片付けない、これ逃避です。片付けなくて済むってめんどくさいなって思うわけですね、うん、で次に4番目に考えるのは、僕はどういう特徴があるんだろうかって言った時に、活動の見通しをちょっと持つのが苦手だな、終わりをいつになったら悪いのよこれとかね、うん、ごめんなさいね、延長してるわけですけど、うん、で、どこで何をするのかがちょっとわかんないな。どこに片付けたらいいのかわかんない、一度経験したことを忘れない。またすぐす、うん、このいっぱい書類積んであるけど、この下から何番目にあの書類あるなとか大体わかるんですよね。うんうんうん、はいはい。ということです。で、次にあるのがですね、本人が困っていること。片付け方がわからないな。物を捨てるのが苦手だな。場所を変えると分からなくなるのが嫌だなっていう、これ僕こういうことに困ってる。もうね、私も当てはまりますね、これね。多くの人にね、当てはまる人もいるかもしれない。で、次に望ましい行動、一番望ましい行動何かって言ったら、すぐに断捨離して、保存すべきものと、捨てるものを区別して整理する。これ一番最高の状況です。ね、そうですね。で、これができたら苦労はないよっていう、はい。はい。だからここに行くの大変だから、一個手前のステップを用意するんです。まずは机の上の書類を、だから部屋全体じゃなくて、あの積んである書類だけじゃなくて、ばっかじゃなくて、あのまずは机のこの狭い上の書類だけを片付けてみましょうかっていう行動を目標に、スモールの目標に設定します。この目標に対して、じゃあどんな事前の工夫ができるか、ここを変えていくわけですね。A を変えていくわけです。そうした時に、書類の一時保管場所を作るとか、常に片付いた状態に一度したらずっとしておくとかですね。こんまりさんですね。の本を読む。知ってますか？わかんないです。知らないです。近藤麻理恵さんっていう、あの、はい、片付けの本で有名な人がいるんですけど、その人は、じゃあ見たことあるかもしれないです、ひょっとしたら。はいはい。迷ったらもう捨てるとかね。それ一番迷ったら捨てるとかね。大切なものは PC でデータベースにしておくとか、付箋で箱に貼っておくとかですね。まあ、いろんなこう工夫をするわけです。もうなんか正論を言われてるなっていう。うん、そうそうそう。で、ここで、それでこれができたらご褒美をあげるわけです、自分に。うん。お酒を呼んでパーティーをしようとかね。はい。うん、僕、人が好きですから、人を呼んでみんなで楽しいパーティーしたいな。うん、まあ、今、コロナでちょっとね、COVID-19 で難しいですけど。まあ、だからオンラインでやるっていう形ですかね、はい。片付いた部屋をひたすら見る。あ、だから今回で言ったら、ね、オンラインの、あの、を顔を出すとかね。まあ、なるほど。そうすれば部屋の様子がね、あの、見えますから。はい。まあ、昨日ちょっと楽しかったってことですかね、リハーサルは。あ、楽しかったですよ。ああ、よかったです。はい。嬉、はい、しい。片付いた場所をひたすら見るとかね。はい、こう片付いた部屋見たんですけど、すっごいもう何もなくて、はい、ハッピーな気持ちになるんですよね。こんなに広かったのか、みたいなね。うん、そういうご褒美になるわけです、はい。で。これできなかった場合、僕 2、3ヶ月これやろうと思ってなかなかやれなかったんですけど、はい、そしたら、じゃあ次にこう対応しないといけない。もう片付けをする前から約束をして無理やり人を呼べばもう追い込まれるわけですね。まあ、こういうこと。そうですね。うんうん。例えばこういうね、こともできます。でもどんなことでも当てはめられます。はい、ABC に。で、いやもうこれが、なんかもう自分はもうこれですっていう感じですね。そうそうそう。で、これ一回ね、書くとね、この通りすぎて、何の余地もない。うん、これペン書くと自然とこの考えがね身につくんですね。うんうんうん、一つの方法としてはいいかもしれない。10番も今日だから、まあ、冒頭にねビデオを映すっていうのがあったんで片付けましたもん。あ、さすがです。さすがです。そういうこと、そういうことですよ。そう、まさにこれですわ。ね、そういうことですね。はいはい、そういうことです。はい。あ、コメントが。あ、長々と。はい。猫のキャラクターが。作業現場でよくある安全確認ミスをより様子を面白くおかしく書いたネットコンテンツ。あ、ちょっと後で見てみますかね。はい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 。ご紹介ください。あ、指差し確認は、まあ、実験とかだと、まあ、やりますね。はい。うんうんうん。まあ、割かし、もう、年配の人ほどちゃんとやってますね。うん、はい。なるほどね。ありがとうございます。はい。ビッグジェンさん、今まさになんかね、やってそうですね。ああ、そうなんですね。はい、素晴らしい。この行動を変容させる手法の一つですと。で、
他人に対してもまた自分自身にも適用できますから、うんうん、ちょっと行動を変えたいなっていう時にね、はい、活用いただけるといいのかなと。いろんな場面で使えますよと。はい、で、成功体験で基本的に変容させていきますから、まあ、気持ちがね、比較的いいわけです。はい、で、ただ条件付けとかですね、望ましい行動というのはこう他者の判断基準による、うん、そして望ましい行動ができない時にご褒美がもらえないという、そのマイナス面も、から批判もあるわけですね。というお話でございました。